シスタークレアのラジオクレアラモード。皆さんこんばんは。このラジオのパーソナリティシスタークレアです。まず本日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。ちょっと今ね滑舌よく言えたなって思って気が緩んでちょっと噛んでしまいました皆さんは苦手なことに取り組むときどういう風に取り組んでいますか？ご褒美を設ける人もいるかもしれない。私でもあんまりねそのご褒美をね設けてうまくできたことがないですよね。なんか結局は自分の気持ちがね高まらないとうまくいかないなって思っていて、なんか例えばねこのテストがうまくいったらおもちゃを買ってあげようとかって言われてもあんまりそんな天の弱な私なんですけれども、そんなところもちょっと直していきたいなと思います。今日も苦手なことにチャレンジしていくぞ。それでは今夜もお耳をお貸しいただければと思います。今夜も夜空にアラモード。この番組はタヌさんの協力でお送りいたします。シスタークレアです。クラスターさんにて第2回の単独イベントが決定しました。皆さんのお悩みを直接聞いたり楽しいライブも。日時は11月22日金曜日21時から。チケットを購入して遊びに来てくださいね。スマートフォンからでも参加していただけますよ。それでは皆さんのお越しをお待ちしています。シスタークレアでした。シスタークレアのラジオクレアラモード。改めましてこんばんは、シスタークレアです。苦手なことといえば、まあ苦手というか癖みたいなところがあるんですけど、私こう大人数でね集まるとどうしても喋れなくなってしまうんですね。まあっていうのもこうタイミングを伺ってしまったりとか、なんだろうな、この人今多分喋りたいだろうなとか、多分その次は誰か喋るだろうなとか思ってるうちに、なんかうなずきと相槌と振られて話をするみたいな、そういう人になってしまってるんですが、時々ねそういう姿を見ると変だなって思う方もいるかもしれないんですが、まあそうですね、どうなんだろうね。一応そのいろいろ考えてそうしているから、直すとか直さないとかっていうことでもないのかなとは思うんですけど、人それぞれ見る観点次第なんですかね。ちょっとそういうのも聞かせてくれたら嬉しいななんて思うんですけれども、今日もお便りご紹介していきます。じゃあこれにしようかな。天塚さんからいただきました。ありがとうございます。クレアさんこんばんは。いつも寝る前の楽しみとして聞いています。いよいよ寒さが本格化してきましたね。私も最近冬の衣装を出したり、衣装じゃないや、ごめんなさい、衣類を出したり、お腹を冷やさないように献立に温かいものを中心にしたり、心身ともに寒さが苦手なのでいろんな準備に追われています。しかしその一方で大好きなみかんが美味しくなる季節だなぁと胸を躍らせている部分もあります。クレアさんが冬の苦手なところ、楽しみなところ、それぞれあれば聞かせてほしいです、とのことです。私はね、冬は星が綺麗に見えるのでとても好きです。空気が澄んでるから、空をねこうパッて見上げると綺麗な星座が見えて、それにちょっとこう、あ、嬉しいなって気持ちに、お勤めがねちょっと遅い時間、まあ遅い時間じゃなくても18時を超えると、だいたい夜のこう暗さになっているので星が見えるのがいいですね。なんかいつかこう星の綺麗なところで
満天の星を見たいっていう気持ちがあります。きっと冬だろうな。いいな。でも苦手なところはやはり手足が冷たくなるところですかね。でもそれ以外はそんなに。あとはあれかな、雪が降ったら滑っちゃわないのが、滑っちゃわないようにするのが大変かなって思います。それがちょっと思い当たるところですかね。あと、お布団から出られなくなるとかね。まあ、いろいろありますけど、基本的には楽しみにしています。もっと皆さんのね、冬の楽しみ方のおすすめとかあれば、聞かせていただければなと思います。今日はね、ちょっと短いんですけれども、お便りのご紹介とさせていただきます。まだまだお便りたくさんお待ちしておりますので、普通のお便りのコーナー宛に送ってください。以上、普通のお便りのコーナーでした。そろそろ今日はお休みの時間が近づいてまいりました。少し短かったんですが、今日はこんな感じでまた明日からはコーナーやっていきたいなと思っています。このラジオではお便りを募集しています。概要欄のメールフォームから送りたいコーナー宛に送ってください。それではまた夢で会いましょうね。おやすみなさい。今日も皆さん、あらどうも。この番組はタヌさんのご協力でお送りいたしました。